駐車場からゲートに向かうエスカレーターニューレオマールドは香川県丸亀市綾歌町にある遊園地である。かつてはレオマワールドの名称で運営されていた。2004年4月11日に現在の名前でリニューアル開園。2010年7月17日2度目の再開園。2000年9月1日に無期限休園したテーマパークのレオマワールドの土地、建物、資産のすべてを2004年に加藤基地、丸中、おもちゃ王国などの香川県に本社を置く複数の事業者連合が買い取ってリニューアルし、ニューレオマワールドとして再開した。レオマワールドの名称が思いのほか県内に通用していたためそのまま継承したが、以前と区別化する必要性からニューレオマを通称とされた。シンボルマークロゴは旧レオマのものをそのまま使用している。園内は遊園地、飲食、物販、ホテル、オリエンタルトリップの4つのゾーンで形成されている。初年度の入場者数が160万人を突破したと発表されたは約95万人であった。しかしその後は不振が続き、折しも中核企業だった加藤基地が循環取引事件を起こし、それが引き金となって日本タバコ産業の完全子会社となり、食品事業との関連が薄いレジャー事業の見直しのため、運営会社である香川県観光開発のテーブルマーク保有株式が2010年5月に大江戸温泉物語に売却された。なお、本校では前身のレオマワールドを旧レオマワールド、ニューレオマワールドについては2004年4月11日から2010年7月16日までの運営体制を旧体制、同年7月17日以降の運営体制を新体制とする。2011年11月現在、新体制下のニューレオマワールド園内は、旧レオマワールド時代から存続している遊具、建物、土地がある中で、旧体制下の名残が若干残っているところが見受けられるが、おおむね、旧レオマワールド時代に即したカラーペインティングやストラクチュアを維持し、パーク内の景観維持に努めている。また、一部の建物やアトラクション等の再塗装やメンテナンス、整備も引き続き継続して行われている。旧レオマワールドの園内を4つのエリアに分割、別々の企業が担当し、それぞれが独立採算方式をとっていた。四国お宝村レオマおもちゃ王国なお、この4社連合運営の時代に、四国最大級規模の高さ50メートル、直径47メートルの観覧車が設置された。運営会社、レオマユニティは、もともとおもちゃ王国の関連企業だったが、株式の過半が、大江戸温泉物語に譲渡され、大江戸温泉物語グループの企業となった。ホテルレオマの森ホテルレオマの森旧。レオマ時代にはなかった天然温泉施設を設置し、森の湯を、開設、日帰り入湯も可能だった。レオマアニマルパークウマグマが見られた中、四国で唯一の動物園だった。2004年、台風16号の影響で庁舎が破壊され、飼育していた鳥約300羽が逃げ出すアクシデントがあった。大江戸温泉物語は、動物園と動物たちは引き継がず、2010年6月25日をもって閉鎖された。新体制下では、旧オリエンタルトリップの一部が、パークの一部、アジア街道としているが、2011年現在、旧動物園エリアの動物の取り扱いについては、運営会社との間で紛糾しているようであり、今期末から来期中をめどに、旧動物園エリアの再整備を行う予定とされているものの2016年現在も、旧動物園エリアには、数は少ないが動物がいて、給仕や清掃などのケアが継続されている。ゲート外にある、なんとか、またお越しくださいのメッセージ看板大観覧車、足ブラ観覧車バードフライヤーニューレオマワールド、ニューレオマワールドの一キャラクターデザインは、香川県坂出市在住のグラフィックデザイナーの島、俊文氏と、旧、レオマのプロジェクトスタッフの共同チームによる制作で、ペディーバードとポーリーバードのキャラクター素案を編み出した。きっかけは、島俊文氏が、旧レオマワールドの建設予定地を最初に訪れた際、山中に黄色みを帯びた鳥を見つけ、胸中に強くイメージされたことがベースとされている。同氏が素案を作成した後、旧レオマのプロジェクト共同スタッフが最終的にリプロダクロズを行い、アヤプロダクションがすべてのキャラクター著作権を有する形でキャラクターが生まれた。好奇心と冒険心が旺盛な元気な男の子。以上のキャラクターは新体制下のニューレオマワールドで2000年8月末の旧レオマワールド閉鎖以来、実に10年ぶりとなる2010年7月17日から復活した。主なキャラクターの13体は着ぐるみとして存在し、園内で行われるグリーティングやパレード、ショーや外部 PR ショー、パークの広報活動やテレビ番組などに出演している。なお、2013年春頃からメインキャラクターのペディーバードとポーリーバードの通常衣装が変更され、長らく親しまれてきた赤色と白を基調にした、塩ビ服風のものと赤色のワンピースが、海賊風のコスチュームにマイナーチェンジされた。ただし、季節限定のショーなどで、キャラクターが着用する衣装などは、旧レオマワールド時代からのものをメンテナンスして使用し、多くのゲストに親しまれている。旧レオマワールドは、以上の歴史とともに、テーマパークブームの収束と計画の甘さにより、経営破綻し2000年9月1日から閉園した。後に、両社は2003年に相次いで民事再生法適用の申し立てを行っている。旧レオマワールドの敷地はレオマが所有していた高松空港の開港予定地を等価交換方式によって国有林と交換した敷地である。当初の開発計画では、ゴルフ場、遊園地、温泉を含めた総合レジャーランドだったが、敷地の高低差と周辺環境に配慮した結果、遊園地開発計画に衣替えし、レオマワールドが開園する形になった。レオマワールドの正式開園前の名称は、地元の綾歌町にちなんで、フェスティバルワールドサン綾歌パークとする予定だった。だが、その名称はあまりに覚えづらいことから、後のレオマの名称が編み出されることになり、一社員のレジャーは体制に任せろの頭文字を取るというアイデアが採用された。大西はレオマ社長体制1のことを指す。レジャーの英語の頭文字は L だが、現在もウェルカムプラザの正面入り口などに掲げられているレオマワールドの青色の CI ロゴは ROM の3文字を組み合わせて作成したデザインロゴである。1991年のレオマワールド初期、開業時には、ウェルカムプラザに、それらのロゴは掲げられておらず、同年7月のホテル開業時から、ロゴマークが掲げられた。当初計画の総敷地面積は、約184ヘクタール、総投資額450億円、年間来場者、予想300万人、年間売上目標金額200億円だった。当初計画と、初期計画段階の主な施設は、プラザ、メインゲート施設の世界のショッピングセンター、キンダークラブ、スペースシップ、フェスティバルへの招待、ワンダーアドベンチャー、世界の鳥園、プラサットヒンヌのアンタム、四国物産館、ウォーターガーデン、パターゴルフ、大観覧車、パークホテルだった。第1期完成後に拡張、造成するとした、レオマールド第2パークの計画では、マジックストローを登り切ったモスク周辺の敷地左に高台の景観を生かした大観覧車と、その奥に民の13両、右にトップザシェフという名前の大レストランが配置され、現在のプラサットヒガルンの右奥に大成美術館が配置される計画だった。旧オリエンタルトリップは当初計画ではレオマワールド第2パーク予定地だったが、当時の香川県内に本格的な動物園や水族館がなかったため、体制一社長の発案で動物園エリアが併設設置される形で開発された。旧レオマワールドには鳥をモチーフとしたイメージキャラクター、ペディとポーリーなど合計13体のキャラクターが存在。旧レオマのイメージを払拭するため、旧体制下のニューレオマワールドではそれらキャラクターの出演と使用は見送られ、レオマフェスティバルパークエリアには、おもちゃ王国のキャラクターが出演し、四国お宝村エリアには、レオとメアという2体の独自キャラクターが出演したが、新体制下では、ペディやポーリーなどのキャラクターを復活させた。また、旧レオマから数えて、開園20周年となる2011年1月には、丸亀市の成人式に、ペディとポーリーが登場した。現在は、ホテルレオマの森となっている、かつてのレオマリゾートホテルは、JAL ホテルズと業務提携をしていた。1996年、園内に建設設置された水上ジェットコースター、ビバーチェの建設資金は、レオマの大成一初代社長が保有していた、大西美術館の所蔵品や美術品を売却して捻出したと言われている。南極体験船のアトラクション、フリーズ・イング・シーはリアル感を出すため1991年から1996年までの5年間、本物の氷をアトラクション内部の各所に配置し、アトラクション内の気温を下げるため空調を施すなどの工夫を行っていた。フリーズイングシーで見ることができるオーロラを明滅、描画、発光させるレーザーチューブは1991年当時で1本あたり3000万円する大変高額なもので、オーロラを描画するための制御装置とプログラムも特注の高価なものだった。旧レオマワールドのパーク主題歌は、目指せレオマワールドで、歌手は松崎しげるが担当した。同主題歌は1989年後半に制作され、レオマワールド開園前のテレビ CM で使用された女性歌手バージョンと現在のニューレオマワールド園内でも聴くことができる松崎しげる版の2種が楽曲として存在する。旧レオマワールドの開園を記念して松崎しげるが来園し1991年7月に開業して間もない園内のホテルでレオマワールド開園記念松崎しげるライブが行われた。旧レオマワールド園内で行われたエンターテイメントショー、パレード、アトラクションの各 BGM と園内それぞれのエリア BGM の作曲、編曲は作曲家の神山純一が担当し、中編成のオーケストラ演奏によるダイナミックで澄んだ曲調の様々な楽曲が1990年当時の最新デジタル機器によって録音、制作された。新体制が発足した2010年7月17日からニューレオマワールドでは20周年イベントが開催されたが、この20周年は旧レオマワールドが開園した1991年4月20日を基準としている。旧体制では旧レオマの歴史はなかったことにされていたが、新体制では旧レオマを尊重する意味で歴史に含めている。また、2015年度から2016年度内は、レオマールド25周年として、周年記念イベントやパレードなどが行われている。園内にあった大成美術館はニューレオマワールドには引き継がれず、2006年から水槽メーカーのヒプラが加藤吉との合弁で、昆虫博物館の瀬戸内夢虫館として使用していたが、2007年8月末で閉鎖された3月に閉鎖。2011年現在も同施設の建物は存在しているが、閉鎖区画のため立ち入ることはできない。しかしながら、同建物の屋上には NTT ドコモなどの携帯電話基地局が設置されており、それらは稼働し続け園内の一部に電波を送信する役割を担っている。親会社の日本ゴルフ振興は1993年に、徳島県三好郡山城町に建設したゴルフ場にレオマ高原ゴルフクラブと命名している。同社の経営破綻後2005年に事業を引き継いだパシフィックゴルフマネージメントは名称及びレオマワールドと共通のシンボルマークをそのまま使用しているが、現在のニューレオマワールドとは資本、人材を含め関係がないので注意を要する。高松自動車道豊浜サービスエリア上り線と松山自動車道石鎚山サービスエリア下り線のレストラン等を運営している千歳商事株式会社は兄弟会社であった。日本ゴルフ振興と同時に民事再生法適用の申し立てを行い、現在はパシフィックゴルフマネージメントと同系列である。レオマワールドに出演するすべてのキャラクター及びCI ロゴなどの衣装権と著作権、付帯する権利はレオマの関連会社であるアイアプロダクションが保有していたが、2010年春に新体制となった際に、大江戸温泉物語グループへ権利移転され、2016年現在も香川県観光開発とレオマユニティが共同保有し、著作権の管理と衣装権の行使、版権許諾事業を継続して行っている。ありがとうございます。